でもさっき俺質問した時にさ、お前いじめっ子なんて言ったらはいって言ったの、あれは何じゃ。お前嘘ついてんじゃないか。おい、学校の中で3番目のいじめっ子。3番目のいじめっ子。あ、でその君が殴ったのは何番目のいじめっ子なの。お、1番。あ、1番。皆さんこんばんちは。こんばんちは。はい、今日やる気ないなお前ら。うん、とりあえずじゃあまずはヤマトタケル自己紹介。小学6年生です。はーい。 N。 はい、中学2年生です。はい、次エト。中学2年生です。おー、中2。元気ないね、このメンバー。やめよっか。寝起きなんで。いや、でもそんな関係ない、元気出してもらわないと。じゃあ一人ずつもっと詳しい自己紹介したいからさ、今まで最近起きた面白かったことを一人ずつ話していこうか。何かしらでしょう。いけるぞ。面白いことって最近あったことでもいいっすよね。うん、最近あったことでいいよ。友達をいじめたこと。なんて友達いじめたん。はい、なんで君いじめっ子か。はい。ほう、そんな自慢げに言われても。はい。どういうところでいじめたりするの。暴力。暴力好きなん。好きではない。好きではないけど暴力してしまうの。どうしてそんなことするんだい。どうして。うん。友達がうざいから。ああ、友達がうざいから暴力で解決しようや。ああ、それは自分で悪いこととは分かっとん。うん、分かっとるのに何でするん。なんでそんなことするんかって言うんだ。なんでだ。痛いだろう、相手は。心も体も。なんでそんなことするんだって言ってんだよ。なんとかやってみろよ。おい、黙り込んでんじゃねえよ、うんこ。おい、うんこ。おい、お前それがかっこいいと思ってんじゃねえだろうな。俺は人をいじめてる。俺は人をいじめてるけどかっこいいぜ。やられる側じゃねえ、やってやってんだみたいな。まあ、それでかっこいいと勘違いしてるんじゃねえか。いいえ。いいえ。じゃあなんでそんなことするんだ、言ってみろ。ムカついたら手を出すのか。待って、落ちた。なんかえ、俺説教中なのに。あれ、再起動入った。なんだ。あいつ呪い使いやがった。おい、ちょっと待って待って、あいつちょっと呪いが、あいつ絶対やばいやつだ、あいつ。呪いが、やべえ、パソコン壊れた。ちょっと待って待って、なんで、おい、そんなつもりで、なんで、おい、ちょっとどういうこと。え、嘘、終わった、切れた電源。あれ、あ、来た。おい、いじめっ子、行くぞ。ゲームが始まったら話の続きだ。はーいじゃねえだろうが、おめえ。なんだそんな返事は。お前、大人を舐めてるんじゃないだろうな。いや、なんやその返事は。最近、じゃあいつ殴った人を。5月ですね。5月。それはどうして殴ったんだい。何があったか、成り行きを教えてくれ。もしかしたら本当に殴る理由があったのかもしれない。普通に。うん。喋ってて。そしたら向こうが。うん、向こうが。僕の嫌いなことを言ったから。なんて言ってきたん、ちなみに。ひじきって言われて。ひじき。殴った。ひじき。ひじき、おいしいやないか。なんでひじきの何が嫌だったんや。バカにさされたから。で、殴ったんか。ダメやろ、でも殴っちゃ。はい。え、それで殴、どこを殴ったん。ひじきって言われて。お腹です。お腹を殴ったんか、お前。相手はどうなった。なんか言ってみたいなこと言ってた。おお、ダメージどんぐらい入った。あまはげたぐらい。はい。あんまはげたんか。確定キルは入れたんか。先生に。うん。いえ、確定キル入れたんか、お前。蘇生させられたんか、じゃあ。マジか。そっか。まあでもひじきと言われたらね、やっぱり俺も殴りたくなるかもしれん。でもだからと言ってね、なんかね、俺も小学生の頃とか中学生の頃ずーっとね、手ばっか出しとったよ。だから俺はその悔いを改めたんだよ。
改めてその代わりに人を笑わせるようなことをたくさんしようと思って。おいひじき、よく聞け。お前は今日からひじきや。ひじきでもいいじゃないか。なあひじき。嬉しいやろ、ひじきって言われて。まあ嬉しく。嬉しくはないけどな。そうだよな。お前は今日からひじきや。それでひじきと言われて喜べ。おいひじき。はい。ひじき。はい。いいか、まだお前は小学生だから何もならない。だがな、ちょっと大人になってみろ。ちょっと大人になってみろ、お前。すぐお前それは法律で裁かれるんよ、わかる？俺が今、じゃあ、例えば何しようかな。あごひげメガネマシーンと言われたとしよう。わかるか？俺がそれで、あ、くそ！あごひげメガネマシーンって言われて、悔しい！殴ろうって殴ったら、俺は捕まってしまうんだよ。ほんとだよ、これ。で、お前、俺のことを今呼んでみろ。あごひげメガネマシーンって。あごひげメガネマシーン。はい、ミュートしまーす。ミュートミュート。ミュート。もうあいつこれ生意気やな、ほんとに。わかった？ひじきぐらいで泣くんじゃねえよ、お前だって。お前、メソ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 しやがって、お前。いいか？おい！あそこに気球が見えるだろ。気球が。見ろ、あっち。あそこまで走れ！行け！特訓だ！はい、行け！はい、持った！いいか？もっと元気！泣くな！見ろ！あの気球を通り越すように走れ！はははは！ほら！なんか楽しくなってきたやろうが！な？はい。じゃあ、おい、よし！おい、これ乗れ！お前も。乗れ！じゃ、俺に引っ付けて。で、俺に言ってん！おい、あごひげメガネマシン、あの気球に走れって言ってん！はい、言ってん！え？言ってん！あごひげメガネ。マシン、あそこまで走れ。あーいやーうやーうやーうやー、楽しいやろうが。あのね、お前の捉え方の問題なんよ。まあ、もしかしたら本当にひじきって言われて嫌なんかもしれない。え、じゃあひじきの何が嫌やったか。バカにされてる。ひじきはバカにしとん。え、で、相手がいじめっ子なの、それってもしかして。たまーに。あ、どっちが強いん、君とその相手は。あ、向こうの方が強いんや。あ、そういうこと？君はじゃあいじめられて反抗したってことか。まあ、小学生やけど、暴力ダメって言うけど、うん、そういうやつが、いろんなやつになんかね、いじめたりしようやつを、殴って成敗したんやな。おぉ。ほんとか？でもさっき俺質問したときにさ、お前いじめっ子なんて言ったら、はいって言ったの、あれは何じゃ。お前嘘ついてんじゃないか、おい。3番目のいじめっ子。あ、で、その、君が殴ったのは何番目のいじめっ子なの？お、1番。あ、1番。あ、なるほどね。いじめっ子同士で対決したやん。はい。勝ったら君が1番のいじめっ子になったんやろ、じゃあ。1番のいじめっ子になったなら、ここから、その学年を変えることができるんだよ。だからこれから、その学校を良くできるじゃないか。その学年を、いいクラスにできると思わないか、お前は。その一番のいじめっ子が、おい、お前ら仲良くしようぜ。敵がいる。敵がいる、やばい。やばい、やばい。やばい、ほら、待った。おい、いじめっ子、助けてくれよ、俺のこと。じゃあ。お前は今はじゃあ一番のいじめっ子なんやろ？これからどうする？お前の口から聞きたい。楽しくする？そう。どういう風に？声をかけてあげる？うん、そう。今分かったやろ？こうやって、いじめられた方の気持ちが。はい。分かった。どんな気持ちやった？辛い。辛い。そうだろ？君の。一番に行って、うん、クラスをもっといいクラスにしたい。いいクラスにしたい。おお、いい答えやねんか、それは。本当にいいクラスにしてくれるかな。はい。じゃあ俺してくれるかなって言ったら、いいと思うって言うん。じゃあ君はいいクラスにしてくれるかな。いいと思う。てれ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 てー。
やばっ、何やってんだべ、やばべ、エームくそった、おい上だ上だ、タカ上やられた、エームがくそったか、お前がやらなきゃ、誰がやられるんだよ。よーし、それじゃあ卒業式を行う。今日は全然プレイできなかったけど、まあ伝えることは伝えたと思っている。もう全然喋らなかったし、まあみんなもクレーンし大嫌い。はい。よし、タカ。はい。まあ楽しかったか？はい。オッケー、ありがとう。おい、あとお前だけなった。はい。今俺と一緒にゲームをやって何を得た？やられてる？川の気持ちが少し分かった。うん。だからこれからどうするんだ？暴力とか しないで、うん、いいクラスにする。おう、じゃあこれから頑張れよ。はい、またな。はい、じゃあいいクラスにしてくれるかな。いいと思う。はい、じゃんじゃん。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた明日、バイバイ。